これで。ピンチタップ。これで大丈夫だよ。もう何年も使ってるやつ、古いやつ。もう劣化しちゃって、充電の持ちが悪くなった。落ちちゃったりしても落ち着かないで、そのなっちゃった。はい、それではですね、バギークラスの決勝2位のレースの方に移っていきます。福田選手入場、ターテッキーさん、マセ選手、2コース、岩田選手、3コース、藤浦選手、4コース、浦田選手、5コース、チェン・ポーロン選手、6コース、川上選手、7コース、高田選手、8コース、芦澤選手。さあ、以上8選手は決勝 A に取れたレースの方行っていきます。決勝 B にコースオープン、バーディーちゃんだね。はい、各社スターティングリストにスタンバイしてください。さあ、第13回東証ミニスカットファイナルチャンピオンシップ、さあ残すところ決勝 B で、これが最後のレースになりますね。この後はいよいよ各クラスですね、合計6クラスのチャンピオンを決定する決勝 A のレースですね。このレース終了後、インターバルいただきまして、選手紹介から行いたいと思います。バランスが、さあ、それでは行きましょう。バギークラス決勝 B にレーススタートいたします。しかも1台だけ出てこなそう。さあ、4分間の周回レーススタートを切ってきました。さあ、レース開始から45秒経過したところ、さあ、1分経過しました。走行時間残り3分、スリーミス2号、トップは川崎圏1番のマセ選手がレースリーダー、そして2番手は中国から参戦の川崎5番、チェン・ボーロン選手、ボイソッキーカロー5、チェン・ボーロン、そして3番手に川崎の7番高田選手、4番手に川崎8番芦澤選手の順レース進行しております。走行時間残り2分40秒。さあ、決勝 A 面を受けたレース、さあ、これ2番手変わって川崎の7番高田選手、2番手以上、3番手に川崎5番チェン・ボーロン選手、走行時間残り2分15秒。
さあコースセンターで1試合転倒、これでコースクリアです。2-2-2-5、走行時間残り2分、折り返し点を迎えました。トップ川崎健一番、マセ選手、現在コースセンターを走行中の黄色いマシンですね、計測ラインから奥の2連ジャンプに向かいます。さあ綺麗にクリアしてきました川崎健一番、マセ選手吸収クリア。2番手4秒3候補、再び2番手は川崎健一番、チェン・ボーロン選手、トルトン2カナゴ5。さあピンク色のマシン、チェン・ボーロン選手現在2番手。さあ熾烈な2番手争い、ここで川崎8番芦澤選手2番手、3番手にコース岩田選手、走行時間残り1分10、まもなく1分。ワンミス2号、早く10人始めてくんねえかな。2番手8コース芦澤選手、3番手2コース岩田選手、そして 0.3 秒、11周を超える 0.3 秒差でクリアしました。2番手争い、走行時間残り40秒。残り20秒、残り10秒、テンスガン2号、さあ時間はここで4分を経過いたしました。これより先ゴールとなります。2コースゴール、6コースゴール、5コース、7コース、3コース、1コースゴール、全車ゴールです。さあ、見事決勝に進出、1コース、マセ選手、おめでとうございます。そして第2位は芦澤選手。はい、以上をもちまして決勝 BMM レース全て終了です。選手の質問お疲れ様でした。決勝レース A メインのですね、開始時刻をお伝えいたします。16時5分からですね、選手紹介からスタートしました。約8分後ぐらいですね、16時5分より選手紹介から行ってきますので、各選手ですね、メインコースの方にお座りください。今走られた方コースマーシャルになりますので、8分後こちらの会場にお越しください。Thank you.